僕はズンダモン。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしているのだ。そんな僕は兄から渡された600円を学費に充てて3年間人並みに勉強し、今年ついに大学を卒業したぜ。さてこれからどうしようかと思っている時に校長先生に呼び出されたんだ。校長先生、一体何の用なのだ？ああ、ズンダモン君。君、教師にならないか？なります。相変わらず即答だな。だって他に当てもないから、せっかく学問をやったので、子供たちに教えるのもいいかと思ったのだ。いい心がけだ。ちなみに、月給は40円これに手当てもつく。普通の教員の3倍、最高かよ。それで、場所はどこですか？深刻だ。え、深刻って、中国？19世紀末当時、帝国主義を掲げる欧米列強は日本を含めた東アジアの全てを支配しようと考えていた。しかし、日本は幸いにもアジア大陸から離れており、眠れる獅子である中国に比べて小国に過ぎなかったこともあって、あまり注目されなかった。このこともあって、本格的な植民地化を免れると同時に、明治維新で近代化、ついには日清戦争によって勝利を得る。これは日本を東アジアにおける番犬として利用しようとしていた欧米列強にとっては全くの予想外だった。そんな中、三国干渉を引き起こした当時国であるロシア帝国が両党半島へ、英国が三党半島へ進出。さらにはドイツやフランスなどの列強も中国分割に乗り出していくなど、東アジアは緊張状態に陥っていた。これを受けて、同じ文化圏である中国や朝鮮を医療や教育によって助け、国民の親善を促し、日本と協力して列強に対抗するという考えが政治家の小村寿太郎などによって唱えられる。政治家の近衛集麻呂は、1898年に後のアジア主義団体の中心となる東亜同文会を設立し、初代会長としてこう述べている。東洋は東洋人のもので、この問題を処理するのは東洋人の責任だ。新国が衰退した原因は政治にあり、民族が悪いのではない。共に手を携えて東洋を守ることは難しくない。中国と朝鮮と連携し、欧米列強の帝国主義に対抗するというこの新国保全論は、その後も日本の外交政策の中核に据えられることになる。それと同時期、中国側でも日本学習ブームが起きていた。敗戦によって日本との距離を実感した中国側が、国家を立て直すためにも、いち早く西洋文明を導入して近代化を達成した日本の経験に学ぶべきだという意見が出てきたんだ。そのため、清朝政府は1896年に初めて日本に13名の官費留学生を派遣する。それから、1900年に起きた義和団事件で8カ国連合軍に義和団が鎮圧されると、留学生の数は爆発的に増え、本格的な日本留学ブームが巻き起こることになる。このブームの中で特に重要視されたのが医療分野だった。前編でも解説した通り、解体新書の発行で18世紀末に漢訳西洋本ブームが起きたように、中国でも日本を通して西洋式の近代医学を取り入れようという動きが出てきたんだ。当時の清国では伝統的な医療が依然として根強く、清国政府も近代医学を推進しなかったため、導入はかなり遅れていたんだ。ちなみに、日本への最初の医学留学生は1900年で、有名な小説家の魯迅も1902年に来日して医療や西洋の文学、哲学などを学んだぜ。しかし、日本留学には大きな問題が一つあった。それは日本で学んだ留学生たちが、そのまま清朝政府を倒そうとする革命勢力になる危険性があったというもの。実際、中国革命の父である孫文をはじめとした革命家たちは、蜂起に失敗すると弾圧を逃れるために次々と日本に亡命したぜ。清王朝を倒すきっかけとなった中国革命同盟会は東京で成立し、革命思想を宣伝した民報も東京で印刷されて中国に運ばれた。現在の中華人民共和国の根幹である共産主義思想が中国に入ってきたのも、ドイツやロシアから直接的に伝わったのではなく、1918年に留学生たちが組織したマルクス主義研究会が最初だった。彼らは共産党宣言をはじめとしたマルクスやエンゲルスの著作を日本語から中国語に訳すことで思想を広めていったんだ。このように留学生たちは日本で学ぶだけでなく、革命組織に参加したり、武装蜂起のための武器も日本で調達した。当然、外国では革命派を潰したり検挙したりすることはできない。そこで清朝政府は近代化を進めつつ、自国内で思想をコントロールするためにも、これまでの官僚任用システムであった科挙を1905年に廃止。中国各地に新式学校を開校したことで教師不足が問題になったこともあって、教育制度が進んでいる日本から大量の顧問や教師、技術者を招き始める。日本政府も清国保全や中国改革援助という名目で中国への移住を推奨していたので、当時は清国熱に煽られた日本人移民も多かったんだ。今回、ズンダモンがお雇い日本人として中国に渡ったのには、そんな背景があったんだ。よし、ようやく北京に到着したぜ。やあ、ズンダモン、市内ようこそ。はあ、いつもの同僚、久しぶりなのだ。
前も品に来ていたのか。そうさ、待遇がいいと聞いて知り合いに頼んで推薦してもらったんだ。お金目当ての出稼ぎなのか。ほとんどがそうじゃないのか。そうでないとこんな遅れた国には誰も来ないぜ。遅れているからといって中国の人を見下すのは良くないのだ。そうかな。でもアヘン中毒者ばっかりだぜ。それはイギリスのせいなのだ。日清戦争以後、義和団事件での列強の介入もあり、中国の国際地位が大きく低下したのとは反対に、大日本帝国は日露戦争で勝利を収めるなど、両国の差は開いていくばかりだった。そのため一般の民衆も、政府の教育や宣伝のもと、中国を植民地として捉え、トンビ官弁髪度などと嘲笑し、下等人種として軽視するようになっていたのだった。高い給料につられて、遅れた中国人を教育するためにやってきた日本人教師たちの中でも、民族的な優越感から、中国人を馬鹿にする者は少なくなかったとされる。これはあくまでも一部だが、教師による生徒に対する暴力やいじめが問題となり、中国人の学生たちに嫌われたり、反感を生んだこともあったんだ。日本から教師として赴任してきたズンダモンなのだ。今日から君たちに日本語を教えていくので、どうぞよろしく。あれ？みんなどうしたのだ？ズンダモンさん、日本語は通じないよ。え、じゃあどうやって授業をするのだ？私が通訳します。そうか、じゃあ、よろしくお願いなのだ。丘の下。それで、授業で使う教科書は？ないですよ。え、教科書もないの？ほとんどの学生が日本語を話すことができず、日本人教師も中国語が話せなかったので、当時は一般的に二重講義という間接的な授業が行われた。これは日本人教師が一区切り喋り、通訳の担当が時間をかけてその内容を学生がわかるように中国語に訳すというものだった。このやり方では授業が遅れ、しかも通訳は日本から帰国した中国人学生が担当していたため、通訳がそもそも日本語と専門知識を理解していないこともあって誤りが多く、高度な学科に関しては、全く教えることができないという状況だった。そのため、授業を理解するための日本語が重視され、一般的な学校では科目の3分の1が授業を受けるための日本語の授業だったとも言われている。しかし、当時は教育に必要な教科書や器具などが圧倒的に不足していただけでなく、一般の中国人に向けた教科書というのがそもそもなかった。そのため、松本亀次郎が刊行した原文大賞漢訳日本文典や改訂日本語教科書を日本で印刷し、雑誌や学習器具なども大量に輸入されることになるが、それでも物が足りなかったために、おのおので知恵を絞る必要があったんだ。赴任してからもう半年か、なんとかまともな授業ができるようになったぞ。中国の学生たちは真面目で国の将来を憂いているものも多いから、みんな一生懸命に勉強しているのだ。国や言葉は違うけど、僕も同じアジア人として応援していくのだ。ズンダモン、大変だ。久しぶりなのだ、同僚。そんなに慌ててどうしたのだ？欧米が日本人教師を批判しているぞ。え？どうして？日本への留学生が増えたり、中国に派遣される親問い日本人が増え、当時の中国における外国人教師の約9割が日本人で占められるなど、中国の教育界を独占する日本に対して、その他の列強は不満とともに強い警戒心を抱いた。その背景にあるのが、当時、欧米で盛んに論じられた欧化論だ。これについては別の動画で詳しく解説するが、簡単に言えば日本人をはじめとした黄色人種が白人種を圧倒するようになるのを防ぐべきであるという黄色人種排斥論のことだ。この欧化論は世紀末からドイツ皇帝ヴィルヘルム2世によって盛んに唱えられ、やがて欧米各国に広がっていったぜ。そのきっかけとなったのが、日露戦争に日本が勝利したことだった。アジア人種が白人国家に勝ったことで、日本に対する欧米諸国の危機感は高まったぜ。当時、最も恐れられたのは、日本に率いられた中国が近代化し、力をつけて欧米列強に対して復讐するという筋書きだった。この欧化論者だった一人が、アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトだ。ルーズベルトは中国の教育界で日本が影響力を増していくのを見逃すことはできなかった。1907年に新疆の視察団がアメリカに立ち寄った機会を利用して、イェール大学などのアメリカの3つの大学に中国人留学生を学費免除で招くという協定を新疆政府と結ぶ。日本人教師のレベルが低いので、日本人を追い出して中国人学生たちにまともな教育を受けさせるべきだと、欧米のマスコミ上で日本人教師が公然と攻撃されるようになると。ルーズベルトは議会でどんな犠牲も惜しまず、最大の力量をもって中国人の教育事業を援助すると公式に演説。同時に、義和団事件の際の賠償金の一部を返還し、中国人学生のアメリカ留学の経費に充てるなど、中国における欧米式学校の設立を強化することを提案し、アメリカ留学のための予備校として、北京に聖火園の地の聖火大学が設立されるぜ。このアメリカの動きに続いて、その他の列強も次々と義和団事件の際の賠償金の一部を返還して、その経費に充てていく。
これは言うなれば、中国の文化教育分野における植民地争奪戦だった。最近じゃ、アメリカが出しゃばってきたせいで、みんなそっちに行ってしまったのだ。仕方がないですよ。予算も日本とは比べ物にならないぐらい潤沢で、建物も新しくて豪華なんだから。仕方がない。だって。え？白人なんかに負けて、悔しくないのか、領土を分割されて、教育で白人の都合のいい情報だけ吹き込まれて、それでも悔しくないのか、それでもお前ら男か、悔しくないのか。悔しいです。今までは負けるのが当たり前だと思っていたけど、中国4000年の歴史とか言ってオラついてごまかしていたけど、今は悔しいです。畜生畜生。俺も、悔しいです。畜生畜生。悔しい、悔しい悔しいよー。アジア人なら誰でもそう思う。だけど、思うだけじゃダメだ。お前たち、それでどうしたいんだ。勝ちたいです、ズンダモン先生。それでも俺、アジア人として白人なんかに負けたくないです。しかしな、白人国家に勝つためには並大抵の努力じゃ勝てないんだぞ。地平道を吐くほどの努力が必要なんだ。それでも勝ちたいのか？はい、勝ちたいです。これほどの熱量が一人一人の胸に秘められていようとは、ズンダモンの胸に熱いものが込み上げた。よし、それじゃ僕がお前たちを勝たせてやるのだ。そのために、僕は今からお前たちを殴る。殴られた痛みは3日で消える。だけど、中国分割された痛みは一生、忘れるなよ。はい、ズンダモン先生。おお、ヤマト魂、注入。しかし、精神論だけではどうにもならなかった。次第に西洋勢に押されるようになり、日本人教師たちは中国の教育界で影響力を失っていくんだ。この要因には、もともと日本人が担当していた科目を中国人教師が教えるようになったというのがある。1896年に初めての日本留学生が送られてからすでに20年の月日が経っており、これらの留学生が帰国して、教師として教え始めたんだ。特に1905年前後に大勢の中国人学生が留学するが、その目的は教師の資格を得るためだったので、すぐに帰国して教育事業に従事することになったんだ。もともと、お雇い日本人の給料は一般の中国人教師の5から10倍と高級で、経済面でも負担が大きかったこともあり、1906年以降になると、教師不足が解消されたこともあって、ほとんどの科目は中国人教師にとって代わられるようになった。軍事や科学といった専門分野では残ったが、それも次第に日本人教師は数を減らしていったんだ。ふぅ、あれだけいた日本人教師も今ではすっかり少なくなってしまったのだ。ズンダモン、大変だ。どうしたのだ、同僚？革命が起きたぞ。やばいのだ、新王朝が倒れたら給料も出なくなるのだ。それだけじゃない、内戦になるかもしれないぞ。この国はもうダメだ。俺は日本に帰るぜ。ズンダモンも早く大使館に逃げた方がいいぞ。そんな。1911年に勃発した辛亥革命によって新王朝が打倒されると、わずかに残っていた日本人教師たちも革命の余波を恐れて一斉に帰国。これにより、1901年から始まったお雇い日本人の時代は、わずか11年足らずで終わりを迎えるんだ。その背景にあったのが、欧米、そして日本をはじめとした列強に対する利権回収運動。この利権には教育権も含まれており、当時、日本が独占していた教育権を回収し、自分たちで教育を取り戻そうという流れがあった。そして、中華民国の成立と同時に、日本政府もこれまでの政策方針であった新国保全を転換し、今まで日本人教師を支援していた補助金などを打ち切り、武力侵略による大陸政策へと舵を切ることになる。そんな中、中国は1916年に袁世凱が死んだことをきっかけに軍閥時代に突入。国境内戦、満州事変、そして日中戦争へと、混迷の時代に突入することになったんだ。これで新朝も終わりか。国というものは、案外やってないものなのだ。この出来事もやがて歴史の闇に消えていくんだろうな。ズンダモン先生。お前たち。今までありがとうございました。ズンダモン先生に教えてもらったことは忘れません。こちらこそありがとうなのだ。これから中国がどうなるかはわからないけど、一生懸命に頑張ってもらえると嬉しいのだ。こうして、ズンダモンは日本に帰った。今では忘れ去られた歴史の1ページ。今はいろいろと政治的にも混乱していますが、いつかまた中国の人と仲良くできる日が来るといいですね。終わり。